メートル先の路上で別のタクシーを奪って逃げ、昨日昼前タクシーはおよそ130キロ離れた兵庫県上郡町の別荘地で見つかりました。警察のその後の調べで、事件からおよそ2時間後の午前7時45分にタクシーが別荘地に入る防犯ゲートを通過したことが分かりました。警察は男が潜伏している可能性があるとみて捜索を続けています。